ジャンスポーツのハチェットを紹介します。クラシックスタイルのデイパックです。1万円ちょっとで購入できます。秋ママとジャンスポーツがサイクリングイベントとハイキングイベントをやって、参加者にはこれが無料でもらえるらしいです。背面ショルダーもシンプルな構造です。ウエストベルトもなし。ちょっとした外出やちょっとしたチェアリングなどにも最適です。15インチまでのノートパソコンも入ります。あとサイドにボトルポケットが2つあります。今日はここにいつものチェア入れてます。ストラップで締めることも可能で、こちらにはイエティの水筒を入れてます。ジッパーの動きがとても滑らかです。押さえなくてもワンハンドで簡単に開くぐらいなジッパーです。オープン。表のポケットを紹介すると、雨蓋部分に横式のポケットが、一番濡れるとこなのでそんなには物を入れられないと思います。ハンカチなんか。で、正面には深めのポケットで、ここは本当に深くて入り口が小さいので物は落ちないと思います。なので自分は財布入れてます。で、少しおしゃれなのがこのデイジーチェーンみたいなのがついてます。ちょっとおしゃれで、横にもデイジーチェーン、こちら側だけボトルポケットの横にジッパーポケット、ここは何に使うか不明です。サイドのコンプレッションストラップがあるんですけど、そんなにコンプレッションにはなってないです。水筒など落ちないように固定するように使えるぐらいです。こっちもそう、椅子を押さえてます。ジッパーはもう片手で簡単に開けれて、雨蓋部分の裏にもメッシュポケットで、荷物がとても取り出しやすいです。防寒着、グローブにお菓子、ショッピングバッグ、撮影中の一眼、エマージェンシーキット、それとレインウェアと着替えが入ってます。で、後ろには15インチのノートパソコンを入れるスリーブとタブレットを入れるスリーブもあります。こういうスリーブ、ノートパソコン、タブレットとオーガナイザーポケットで、入れてみると着替えと傘とレインウェア、ミラーレス一眼、エマージェンシーキット、お菓子、横には三脚用の隙間を上げつつ、ショッピングバッグと、あと防寒着。口は大きいから使いやすいんですけど、ジッパーを閉め忘れると落ちるので、そこはちょっと注意が必要です。なかなかクラシカルスタイルで使いやすいデイパックだと思います。本日はジャンスポーツの普段使い用デイパックハチェットを紹介しました。